こんにちは、てる寿司の渡辺孝義です。本日はご家庭で簡単にできる手まり寿司のレシピをご紹介します。手まり寿司はシャリと、材料があれば、何でも簡単にできるお寿司の一つです。ご自宅で簡単にできますので家族で楽しんでください。手まり寿司の材料の説明をします。ご家庭で簡単に、できる材料で用意いたしました。まず生ハムですね。それからアボカド、サラダチキン、スーパーにも売ってるうなぎ、それから、これ寿司エビって言うんですけど、エビ、カニカマ、今日はこの6種類で手まり寿司を作ってみます。寿司酢の材料の説明をいたします。てる寿司では酒粕酢を使用しておりまして、ご家庭で、美味しくそれに似た味ができないかと思いまして、調合して本日は説明させていただきます。まず米酢、それからバルサミコ酢、お砂糖、お塩です。それからお米、バルサミコ酢なんでって思われる方いるかもしれませんが、アルコールの酸化熟成酵というのは酒粕酢、酒がひねたもの、それから、ワインがひねたもの、すごくですね近い味がしますので調合に加えております。粕酢を使ったシャリに近い調合をしたシャリ酢を作っていきます。まずね、お酢をね、やっぱりお酢ってきついので少し火を入れて酢に丸みをつけるっていうか、そういう調理をしていきたいと思います。まず米酢、それからねバルサミコ酢、それからお塩、砂糖、これはね沸騰させずにこう中にお塩とお砂糖をこう溶かし込むイメージでこう優しく混ぜてあげてください。弱火でゆっくり沸騰したらお酢が飛びすぎてしまいますので、シャリが炊けましたのでシャリ合わせていきます。お米3合に対しての調味酢でご準備してますので、炊きたてで合わせてください。炊きたてじゃないと固めに炊いてるのでお酢を吸わないんですよね。で自分が思ってるよりもちょっと多めにシャリを入れてください。本当に固めに炊いたご飯にはシャリが すごく吸収しますので、ご飯が。シャリができました。ご家庭で簡単に作れるお寿司といえば手まり寿司。今日はね本当に、どこにでもある食材でご家庭で簡単に、お寿司パーティーができる、お料理をお寿司をご用意してます。本当にイメージはご自宅で、家族がみんなで餃子を作るイメージで家族みんなで手まり寿司を巻いていただければ楽しいと思いますので、ぜひ。まず今日はね生ハムなんですけど、本当にちょっとね簡単に折り曲げる、終わり。ちょっとね四角いイメージでこうやっていただくと巻きやすいので、どこでもやっぱあるっていうのが。あとねエビね、今結構エビどこでもありますので、寿司エビっていうのかな、車エビでも何でもいいんですけども、これねちょっとこれはね一手間あって、ちょっとね難しいけど、これ本当ごめんなさい、難しいけど開いてやるっていう、
あのね、より面積が広い方が綺麗に見えるので、広くなることによって見た目がすごく良くなるので、開いてください。今日はコンビニで買ったサラダチキンです。そう、サラダチキンも薄く切っていきますね。でこのぐらいのね、本当に薄く、だから薄く切らないとご飯の上に うまくまとまらないので、柔らかさがない生ハムなんかはすぐくこう回るんですけど、こういう硬いものはちょっとその切れ目入れてやります。カニカマも開いてあげてください。ちょっとね、暑いとやっぱり食べづらいので、真ん中切れ目入れるだけで大丈夫なので、うなぎね、うなぎはまあ照寿司といったらうなぎなので、ご家庭でも照寿司の味を少しでも楽しんでいただけるように、これはねちょっと電子レンジでチンして柔らかくしてください。もしくは焼いても大丈夫なので、うなぎは500ワットで30秒温めてください。柔らかくなりまして、本当に丸に近づきますんで、ちょっとアボカドとか面白いんで、見た目とやっぱりちょっと油分が多い野菜なので、すごく食べやすい色合いもありますし、一つの手まりに5枚使いますんで、まあお店ではね片押し器使ったり布巾使ったりしてるので、本当に簡単にできますから。じゃあちょっと生ハムから上に綺麗な方ね、ご飯も適量ご自身の口のサイズに合わせてください。本当にあとも簡単に、あとも簡単にこれね、全部一度こう作ったらこの状態で置いていただいて、全て揃ったら全部剥いて盛り直してください。本当にそう、お寿司なんで、押し寿司の一種なんで馴染みますので、だから本当はねこれ握りもできるんですけど、握りの練習ってなかなか難しいので、これでしたら簡単にできていきますので、全て見栄えがいい方を上にしてください。本当にで、ここできっちりと成形して、これ生もんじゃなかったらお弁当にも最高なんで、できるだけ本当にまん丸をイメージして
切れ目を入れた方を上に、あの硬いものはしてください。もうだから何でも、野菜でも何でも、だから色とりどり選べますし、さらに上にいろんなトッピングができるっていうのが、あの手まり寿司のいいとこでもあり、まあパーティーできるっていうか、 2,3 分置くとよりそのぐっとその締まりますので、それから剥いて並べてください。ラップであの酢飯とネタが馴染みますので、それから外してください。そして綺麗に色合いを見て盛り付けてください。ごめんなさい、本当に完成です。